どうも、コウタくんです。ここは、函館駅。はい、ということでですね、昨日、函館マラソン終わったんですけど、今日も走ります。はい、ということで、じゃじゃん。函館マラソンの次の日も3時間くらいジョグしたら、函館の海鮮丼がめちゃくちゃ美味しくなる説。はい、ということで今日は、函館マチランですね。はい、こっち来てからレースしか動画撮ってなくて、函館を堪能できてないので、今日はゆっくりと。走りながら最後朝一でですね、美味しいものを食べようという企画になっております。じゃあ早速ちょっと行きますか。もうね、今朝5時21分なんですけど、ホテルのですね時間が10時チェックアウトで、まあ、8時半までには朝一行きたいので、3時間、残された時間は3時間で、走っていきたいと思います。さあ、ここが朝一ですね。まだやってないのか、さすがに。あ、でもやってるところもある。朝早いな。じゃじゃん。1点目、ラッキーピエロ。今日はですね、裏テーマとして、ラッキーピエロも、全点回っていきたいなと思います。まあ、どこまで回れるかわかんないですけど、ラッキーピエロってめちゃくちゃ多いんですよ。皆さん知ってますかね、函館のラッキーピエロ。チャイニーズバーガーみたいな、有名なんですけど、で、ラッキーピエロがある場所って、ほぼ観光名所なんですよ。だからラッキーピエロ巡りすれば函館の有名どころ大体行ける説っていう、おとといかラッキーピエロ食べながら思いまして、はい、なのでそこもできるだけ走って回っていきたいと思います。さあ、残された時間はね短いですから頑張っていきましょう。マジで奇跡的に奇跡的に足の筋肉数が少なくてよかったです。さすがにね、昨日はいい感じで走れたのでよかった。今日筋肉痛だったらこの企画も終わりだったんですけど、こんな明るいんですね。気持ちがいい。起きれてよかった。赤レンガ函館ビア、函館に来てくだサイダー。さあ、函館山に向かって頑張って走りたいと思います。実はですね、おとといかマラソンの前日もジョグして箱根山の方行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったんで、それを紹介していきたいと思います。すごいな。うわうわ、いい街並み、最高。ジンギスカン、お、ここは麺屋アジサイですね。初日に私行きましてですね、初日ですね、私めちゃくちゃいただきまして、アジサイとラッキーピエロと、そして夜にですね、海鮮丼を食べました。はい、初日からですね、めちゃくちゃいっぱいいろんなもの食べてたんですけど、来てその夜の海鮮丼、ウニと、ホタテとイカですね、めちゃくちゃ美味しくて、うんまーみたいな、人生でもトップレベルに美味しかったんですけど、まだ食べきれてないのでね、海鮮丼。朝焼けで、ここがコースですね。昨日走ったマジで気づかったところ、マジで気づかった。で、ここが赤レンガ倉庫群みたいな、めちゃくちゃいい街並みですね。日本じゃないみたい。赤レンガ倉庫、海いいですね。さあ、そんなこんなでラッキーピエロ2軒目ですね。おお、すごい、すごいな。ラッキーピエロ2軒目、朝9時半からやってる、早いな。ラッキーガナナしか売ってない店。さあ、そしてですね、昨日走ってて気づいたんですけど、あそこにもラッキーピエロがあります。で、近い、コンビニの近さ。あと焼き鳥弁当、おー、そうだ、焼き鳥弁当もいただきました。昨日もレース終わってすぐ焼き鳥弁当を食べて、夜は焼肉をですね、いただきまして、ジンギスカンも食べました、そこで。はい、めちゃくちゃ美味しかったですね。うわ、気持ちがいい朝。さあ、そしてここが横浜のベイエリア、横浜じゃないわ函館のベイエリアですね。ここですね、昨日も走ってて見つけたんですけど、すごい銅像、新島城さんですね。新島城さんのところです。はい、
新島城さんつながりですけど、福田城さん昨日すごかったですね。新島城さんつながりってよくわからんけど、福田城さんのゴールドコースト優勝、すごい。もう一回だけ走らせてもらいましたけど、まあ、ゆっくりですけど、本当にいい人、多分新島城さん並みにいい人じゃないですかね。わかんないですけど。さあ、そして来ましたよ、その坂。ここがね、すごく有名なんですよね。最高の街並みの中、坂、なんか何坂、なんとか坂ですね、あそこが。さあ、ここがですね、路面電車が走るところですね。路面電車が行って、ここすごいな、めちゃくちゃ綺麗。さあ、ここを登っていきましょう。マジでマラソンの次の日走りたくないところ第1位、登り坂。頑張っていきましょう。伝わるかな、この急さ。あ、おはようございます。あ、おはようございます。疲れた。さあ、ここがペリー来航の記念碑ですね。ペリーさん、ここにも来てたんですね。ペリー広場、すごいな、そのまんまペリー広場。ペリー広場。さあ、そしてここがイギリス領事館。めちゃくちゃ綺麗、黄色の建物ってなかなか珍しい。で、ここが登ってきた坂です。疲れた、結構しんどかった。めちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっとこの辺りを散策していきたいと思います。すごいもの見つけた、飛天王像。すごい、ちょっと誰かは分かんないですけど、銅像多いですね、函館は。函館銅像多め。さあ、ということでですね、僕はすごい街ランとかがすごい好きで、僕まあ歴史の、社会の教員免許を持ってるぐらい歴史が大好きなんですけど、こうやってね、街を散策するっていうのめちゃくちゃ楽しいので、結構イベントとかもやってるんですけど、今日そんな感じでね、函館町ランっていうのをやっていきたいと思います。しんどい、すいません。サッカー、あの坂しんどかったな、本当に。結構なんか洋風な建物が多いですね、この辺は。また坂しかない。元町、横浜にも元町ありますけど、元町はなんか西洋風な場所なんですかね、同じ名前。すごいな、街並みがめちゃくちゃいいですね、このなんか西洋風な建物たちって道路。すごい、初めて見た、北海道最古の船玉神社ですね。ちょっと感じちゃった、すごいな。え、待って、ここに学校あるやん、この坂の上に。すっごい、チャリ置き場ってめちゃくちゃきついやん、ここに学校があったら。めっちゃいい、大阪な。歴史好きからしたら、最高な場所ですね。義経の里、義経も関係あるんですか、ここ。すごいな、うわ、めちゃくちゃいい絶景。すごいな、なんかこの聖魂神社、なんか義経がこっちの方に、北海道の方に渡るときに、船沈みそうになったときに助けてくれた神様みたいな感じですね。で、なんか渡ってきて喉乾いたって言って水を飲んだみたいな、嘘かまことか、そんな感じの場所でした。さあ、行きましょう。すごいものを見つけました。結構無人販売所ってあるじゃないですか、野菜とか玉ねぎとか。初めて見るタイプの昆布無人販売所、500円と1000円。あ、100円か、安っ、昆布安っ。クジラ汁とかありますね。ここだ、名前忘れたけど、八幡坂でした。ここが八幡坂ですね。すごいいい坂ですね、ここも。お、すごい、めっちゃ綺麗やん、海がめっちゃ綺麗。ここで坂ダッシュしたらいいトレーニングありますね。走りたくないけど。さあ、ここがハリストス正教会ですね。函館ハリストス正教会、
回収中。はい、ちゃちゃ登り、ちゃちゃ登り、すごい、めちゃくちゃいい建物、西洋風な、いいですね。さあさあさあ、やってきました、また坂。うわすごいな、ちょっと朝もやがあってめちゃくちゃ景色いいです。これはいい坂ですね。さあ3キロ30分、やばいぞ、時間なくなってきたぞ。だいぶこの山に苦しめられてる今、1キロ10分ペースということでね、ちょっともうちょっと回っていきたいんですけど、箱根の山、あ、箱根じゃないわ、函館山苦しめられたらちょっと、ね、時間なくなっちゃうんで、そう、次の目的地へ行きたいと思います。あ、ここは八坂じゃないんですね。八坂、なんていうっけ、八幡坂、八坂、八幡坂じゃないんですね。ここは二十軒坂スロープですね。ちょっとね、なんかトレイルできるらしいんで、ちょっとまた来たいですね、箱根の、あ、函館の、完全に箱根の口になってる。うるさい、うるさい、うるさいって、ちょっと撮影中、撮影中今、し、あ、あ、青信号点滅しちゃった。人生にはね、3つの坂がありますから、上り坂と下り坂と、まさか。いいですね、ちょっとまだ朝なんで電車来てないですけど、この街並みがすごくいいですね、北海道っぽい、なんとなく。そうで、そこがですね、坂本龍馬記念館。そこ、北海道にも坂本龍馬さんいらっしゃってたんですか。すごい行動派ですね、坂本さん。さあ、そんなこんなで見えてきました、ラッキーピエロ。すごいな、雰囲気は基本一緒ですけど、なんか中の内装とかは結構店それぞれらしいので、いや本当入りたいですけどね。あとオムライスもあるんや、絶対うまいよ、すごいな、なんで。すごい、みつかさん見つけました。んー、やってみよう、初めて見つけた、水耕マート。そしてあとこっち来てからすごい思ってたんですけど、タクシーがですね、なんか牛乳柄みたいな、牛乳、牛柄。さあ今回ね、今回、行けなかった場所が2つあって、1個は、函館山の夜景ですね。ちょっと夜行けなかったんですけど、もう1点いつか行きたいなと思う場所、函館ウニ村上、ここですね。見てください、7700円、すごいな、本当かわかんないけど、元祖函館ジンギスカン、元祖、この元祖問題ね、京都だとあの八つ橋がね、なんか元祖と本家みたいなね、ありますけど、まあ、元祖か本家か何が正解かは分かりませんが、いいです、あー、いいですよ声かけられた、びっくりした、これやらせじゃないですよ、皆さん声かけられました。本当にたまたまだったんですが、福井県で、僕のリバランウェアをですね、ユニフォームを買ってくれた人でした。ここで会うっていう、昨日もウェアで走ってくれてたらしくて、リバランウェアの人と写真撮りたいですね、みんなで。70名近く買っていただいたので70人ぐらいで理想は写真撮りたいですけどね。そう、さっきですね、ちょっと道迷ってたんですけど、その線路通りに行けば僕の目的地に着くということで、ここを路面電車通り走っていきたいと思います。ランナーあるある、電車の区間は走るっていうね。はい、あ、函館もマクドはあるんですね、さすがに。ラッキーピエロだけじゃなかった。そしてセイコーマート2点目、せっかく見つけたんで、ちょっと初めて入ってみたいと思います。ちょうどいいのがありました、ソフト活源、ちょうどいいサイズ、吸水大事ですから。うまい、なんか甘い乳酸飲料って感じですね。さあ、そんなこんなでですね、ちょうど1時間経ちまして、距離6キロ1時間6キロ、キロ10分ペースですね。ちょっと後半巻き返していかないと時間がなくなっちゃうんで、頑張っていきましょう。お、いよいよ始発ですかね。あれ、なんかいっぱいいろんな種類あるんですかね、いろんな色がある気がするんですけど。おお、大丈夫か。
して今ね頑張って走ってるんですけど全然つかない。何このひたすらまっすぐな北海道ロード。あ、また電車来た。さあ着きました、ラッキーピエロ。コーヒー半額店、違うな、ちょっと名前は分かんないですけど、ちょっとですね時間がねあまりないということに気づいて今ちょっとガチで普通に記録ぐらいでは走ってるんですけど、今 8.6 キロ、1時間20分ぐらい。さあそろそろ時間との戦いですね。イカ太郎、あ、待てた。さあいよいよ近づいてきましたよ、スターバックス。さあ着きました、五稜郭タワー、でかい。昨日登ったんですけどねめちゃくちゃ良くて、ということはラッキーピエロ五稜郭展。はい、順調に来て、アジサイ美味しかったですね。昨日、あ、一昨日か、来て初めて降り立った場所ですね、函館の。なんか感慨深いですね、もう2日前か、早いな、あっという間に過ぎ去っていく時間とともに。はい、ということで着きました、五稜郭。はい、一昨日ね来た場所なんですけど、はい、ということで五稜郭アートに来たんですけど、一昨日来て思ったんですけど、ここあのめっちゃ走ってる人多くて、この辺かな、このぐるっとこの星のマークのところを走ってる人がいて、ちょっとこの一周が何キロなのかっていうのを知りたい。皇居みたいなね、皇居ランみたいな、ならぬ函館五稜郭ランみたいな、こんな感じなんですね。なんか一応芝生が走るコースみたいな踏まれて新しい道になってますね、ここすごいな、広、思ったより広い。今ね走り出して 400m なんですけど、1800キロ、あ、違う、 1800m。 先に答えを知ってしまったな、はあ、頑張りましょう。すごい、こっち側ってこんな緑豊かな場所なんですね、すごいな、最高の景色。結構走ってる方やっぱ多いですね。今朝6時半ぐらいですけど、確かにこう気持ちいいな。いいっすね、風情がありますね。でこれ確かに標識ないと今何キロ地点か全然わかんない、ずっとぐるぐる回ってるから。走ってて思うんですけど、このカーブすごいな、曲線、おお、すごい綺麗。はい、ということでゴールです。さあ次行きましょう。さあですね、今1時間53分 13.5 キロ、うわー危ない。はい、来たんですがやっと目的地着きました。じゃじゃん、亀岡八幡宮、あ、違った、亀岡は京都だ、亀田八幡宮ですね。はい、なんと戊辰戦争が終わったと締結された場所になりますね。ここで旧幕府軍と新政府軍がこう相対して降伏しますみたいな、旧幕府軍が降伏したと。土方歳三の歴史を見まして、まあ新選組そんな僕詳しくないんですけど、それでもですね土方歳三さんの思いとか、お、すごい厳かな感じですね。結構ですね、北海道函館はなんかこういう赤いやつが多い、石碑みたいな、石碑なんていうかな、歴史がわかるヒストリー書みたいな、なんか多いからありがたいですね。わ、風鈴が、風流。2時間経ちました。さあ今からですね、朝市の方に向かっていきたいと思います。やっと朝ごはん、2時間経ってやっと朝ごはんですね。で昨日もねフルマラソン走って、まあ大体フルマラソンで2500キロカロリーぐらい消費すると言われてるので、で今2時間ぐらいでしょ、まあ3時間到着したとしてまた1000キロカロリーぐらいは消費してるので、もうねお腹減りました、さすがにお腹減りました。でね、やっぱり北海道ね涼しいです。なんでこんな2時間3時間走れるんだろうと思ったら、なんかねカラッとしてるというか、少なく東京みたいにもわっとしてないですね。
まあ朝っていうのもありますけど、本当にいい、あ、道は反対だった。本当にいいっすね。見つけた、土方歳三最後の慈悲出ました。また赤いやつ、すごいな。あ、その門のところで撃たれたんですね、土方さん。ここが土方歳三最後の地。はあ、35歳で土方さんは幕を、人生の幕を閉じたということが書かれてましたね。さあ、そういう倉庫行ってる間に15キロ到着、15キロ来ました。さすがにですね、今2時間14分お腹減りました。そろそろさすがにきついです。早く朝ごはん食べたいです。めちゃくちゃきつい、今一番きつい時。さあゴールです。ゴール、疲れた、マジで疲れた。朝一だということで、2時間半ぐらいですね走りました。はい、じゃあちょっと美味しそうなご飯を食べたいと思います。すげえな、めっちゃにぎわってる。めちゃくちゃ安い。安いよ。じゃあ食べましょうかね。食べてる。食べてきました。めちゃくちゃお腹いっぱい、大盛りにしてくれたおかげでめちゃくちゃお腹いっぱいです。でもすごいな、にぎわってる、すごい。くそ、完全に僕のお腹を過信していた。昨日マラソン走ってこんだけ走ったらいっぱい食べれると思ったら内臓疲労、めっちゃきつい。デザートが食べたいですね。ここ通るともうみんなに声かけられる。お兄さん、お兄さん、安くしますよみたいな、送料無料ですよみたいな。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。いや、美味しかった。メロンが今のところ暫定1位ぐらいに函館で美味しいですね。走った後だから余計に美味しいです。こちらのメロン、はい、いただきます。めちゃくちゃうまいです。こんな食べ方するもんなんすね、メロン。今回にうまっ、服気をつけてね。確かに。はい、ということで函館観光ラン&朝一食べてきました。ごちそうさまでした。でこの前ですね、視聴者さんからコメントでライブ配信というかな、か函館来たら3キロ太りますみたいな言ってたんですけど、わかるわかる、めちゃくちゃわかる。しかもメロンがね、あれ1切れ200円とかでめっちゃ安くて、本当にただただ美味しかったです。ただただ美味しかったです。動画自体はね、多分そんなあれだと思うんですけど、こっち3時間走ってますから、まあ、2時間半ぐらい走ってなんだかんだして3時間経ってやっと朝ごはんだったので、めちゃくちゃ美味しかったです。ということで、ちょっとね、また来年も函館来たいと思います。また、ちょっとですね、思ったよりも時間なくなっちゃったんで、パパッと準備して帰りたいと思います。函館最高です。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。